こんにちは、あずむんじゃです。今日のビルドの37話すごかったですね。めっちゃ面白かったです。クローズドラゴンの色違いが出てきて、でクローズもちょっと色が違うやつに変身してましたね。てっきりエボルドライバーを使うと思ってたんですけど、よく考えたらエボルトの脅威がなくなったバンジョーはエボルドライバー使えないから、これで変身するわけないですよね。さすがにですね、デラックスのクローズドラゴンを塗装してしまうとちょっともう元に戻せなくなってしまうので、ラクラクモデラーとかでちょっと作ろうと思ってるんですけど、とりあえず雰囲気だけでも味わえるようにクローズドラゴンに直接セットしてみますね。このセリフ覚醒って言ってましたよね。それじゃあビルドドライバーにセットします。せっかくなので必殺技もやっておきますね。ちなみにラビットを入れるとこんな感じになります。これはこれで顔がぴょこんと出てて可愛いですよね。そしたら次はせっかくなのでナッコーの方にセットしますね。この苦しみちょっと見えなくなりました。ここですね。いきます。次は必殺技です。マグマナッコにセットしても、こうドラゴンがここにちょこんと鎮座してる感じがいいですよね。せっかくなんです。ラピッドにしてみます。こんな感じですね。これもウサギがちょこんとしてて可愛いです。そしたらせっかくなのでちょっと穴子ドライバーにもセットしますね。これちょっと多分顔動きますね。一応必殺技もやっておきますね。せっかくなのでウサギもセットしますね。ちゃんとウサギがちょっと動きましたね。ちなみにスクラッシュドライバーもクロードラゴンもせっかく発光改造したんですけど、このエボルボトルは光を通さないので全然光らなかったですね。それにしてもセントの髪の毛が白くなったのはエボルトが憑依したからじゃなくて、ハザードレベルが人間の限界を超えてしまったので髪が白くなったんじゃないかなと思ったんですけど、エボルトが抜けたら普通に髪の毛黒に戻りましたね。バンジョーに憑依した時は
髪型が変わっただけで髪の色変わらなかったんですけどね。というわけで金のドラゴンエボロボトルでいろいろ試してみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。